はいやー、ターミネー、気持ちいい。僕の妹です。妹さんに、気持ちいい、気持ちいい。こういう順番で自己紹介してると思います。今日は皆さんの自己紹介をしたいと思います。はい、自己紹介、はい、やりんちょう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 、ゆりた様、娘です。なんて？なんて？憧れの娘。妹です。なんて？憧れの妹。憧れの妹。はい、じゃあ、じゃあ、じゃあ、って。なんて？ごめんなさい、ちょっと待って。聞こえない、なんて？ちょ、上向かないおはよう。おはよう。今日は皆さんの自己紹介を始めたいと思います。はい、自己紹介。早く、妹です。ゆりたさんの妹さんです。そうなんだ。私はゆりたさんの妹です。そんだけ言うこと少なくない。言うこともっとあるやろ。めっちゃあります。胸という言葉に全てが入る。胸は言えないんだな。胸はいっぱい。病気ですか？何言ってるか分からん。会いたいと思ってた。ありがとう。こっちもずっと会いたいと思ってました。私も会いたかったんですか？本当嬉しいよ。会えて幸せ。伊藤照樹さん、国会の、そうですね。引退されるっていうのを心配してましたよ。すごい心配してました。すごい心配したよ。めっちゃ心配してて。どこが、もうずっと撮ってるんですか、これは。ずっと撮影中です。あ、ずっと撮影中なんですか。どっかで生配信してるんですか。ライブじゃないんですよ。ライブじゃないですよ。あ、そうですね。なんかもうカメラ多すぎて、よくわかんないですね。好きなところ見れば。もうゆりたさんって言ってたって、鼻が一番綺麗じゃないですか。あ、確かにね。この中で一番鼻が綺麗って言えばもう。いや、それはそうだと思いますよ。あーって言うと、こっちは。鼻が汚いの、私。え？鼻が汚いの。全部汚いの。鼻だけじゃない。今日初対面なんですか、お二人とも。あ、初めまして。あ、そうなんですか。夕飯は前、ゆりたさんと八甲前でトイレットペーパー一緒に配ったときから。そうなの。あ、知ってます。あ、俺文人さん会ったことありましたよ。ないよ。ありました。あったような気がするよね。なんかイベントみたいな、なんかあ、ありました、イベントみたいな。気持ちいい。最近動画出たの。どこまで行きます。なるほどね。困ったら気持ちいいんですよ、ね。そう。で、自己紹介どこまで行きます。まだ平亀さん自己紹介中です。多分ですけど、司会者とかいるんじゃないですか、これ。なんか司会者になりたい人。そっとあげないで。司会者になりたい人。気持ちいい。気持ちいい。まだ自己紹介。ちょっと俺のとこ回ってくるのにいつになるの、自己紹介。このペースでいったら。うちの息子紹介っていうのはございますね。総合司会。あ、そうね。普段なかなか皆さんの前にお顔出せないんで、こういう時こそちょっと顔を出して。ちょっと喋らせようかな。うわ、ガチモンのおじいちゃんや。気持ちいい。気持ちいい。確かにそうですね。ちょっとカメラね、この辺にちょっと。ちょりちょり気持ちいい。うわ、ガチやん。ジョリジョリというレベルじゃないよ。そうですよ、半端じゃないよ。ガチのおじいちゃんや。ガチのおじいちゃん。最高。ガ
れてる。癒されるいや、みんなね、いつかおじいちゃんになるからね。いや、本物のヤバいおじいちゃんだなと思って。ゆうさんだけですよ、おじいちゃんなんないの？あ、おばあちゃんになる。おばあちゃんなる。いや、もうおじいちゃんだから。ああ、そうです。なるほど、おじいちゃんです。いやいや、とんでもないです。尊敬されてすごいですね。人気がいいというか。私は、キラガメさん、ヨリヒタさん、好きなんですけど、キラガメさん、どんなところが好きかというと、ゆうかとキラが見てるところとか、まあ、リアクションが面白いところと、まあ、おじいちゃんだから、助けてあげたいという気持ちがあるんですよ。そして、ヨリヒタさん、何好きかというと、いつも可愛い、やっぱあのここにつけてらっしゃって、鼻も綺麗で、すごい、一番綺麗だから、癒されるから、すごい頼人さんの全てが好きで、オーラがあって好きです。すね、これは拍手。はい、めちゃめちゃ。はい、ということで、あ、ゆうかんと申します。あ、ちょっと待って、飛ばしたよね。飛ばしますよ、頼人さん飛ばします。もうしましたよ。そうですか。じゃあ、ゆうかすみません。じゃあ、してください。はい、早速ですか。何回やるんですか、この自己紹介。ゆうかさんですけど、もういいんじゃないですか、自己紹介は。まあ、結構最近ではね、ビーズのアクセサリー作ってます。あ、ビーズのアクセサリー作ってるんだ。そんな食いつきます？食いつきます。そんな食いつきます。よく見なくても違う。じゃあやろうこれ。やろう。どうやってやんのこれ。クイックだ。じゃあやっクイックだ。写真 OK ですよね。ここ写真 OK ですよ。よりとさん OK。OK ね、写真。そうかい！じゃあルール説明しよう。音が気持ちいい！動画大丈夫です。大丈夫です。ルール、ゆうかんさん、これルール説明してください。ルール、そうですね、じゃんけんで負けたら。じゃんけんで負けたらどうすんの？と、ある人の、その人の頭を挟みます。あーし、やろう。じゃあ、やったー。じゃあ、生きてる？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 たまに死んでそう。助けてあげる、ゆうかんさん。ちょっと俺この振り上げた拳どうすればいいんですか？あ、静かに下ろしてください。下ろしてください。どうするの？ていうか、向こう側って全員真面目なお客さん。